とことんやり込む。どうも、なおちんです。本日も妖怪学園 YYY 学園生活やっていきます。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それでは行きましょう。今日はここですね、トイレの花子さんの極試してみたいと思います。相当強いと思うんですけども、まあ行ってみましょう。はい、では行きましょう。マルチでね、一度挑んだんだけども、途中でね、画面が真っ暗になって落ちちゃったんですよ。真っ暗になるの結構多いよね。あれは早めに修正をお願いしたい。で、もう真っ暗になった時の、なんだろう、チケットを返してほしいかな。うん。結局クリアがね、できなくなって、チケット2枚ぐらい無駄になるので、もう、あれ、ほんとなんとかしてください。どうしようもない。うん、真っ暗になった時は。あと、あれだね、真っ暗と、敵が動かなくなる時。うん、敵が動かなくなって無敵になるの、あれもねちょっと早めにお願いしたいですね。うん、クエスト進行ができなくなるので、まあ早めに修正をお願いします。うん、昨日トイレ俺3回行ったもんね。3回やって3回とも途中でこのステージが切り替わるところでもう動かなくなったんですよね。そこはね、皆さんというか、すいませんけども、早めに、なんとか、お願いします。うん。と、あと、あれだね。陣兵で変身して戦う時の、決めポーズができないところ、だね。あれもちょっと、お早めにお願いします。こう、ジョブの意味がね、ちょっと、あまりなくなってしまうので、早めに修正してほしいですね。うん。今のところ特に問題なし、敵のレベルも、まあ、ばらつきがありますよね。うん、ばらつきがある。300後半から、まあ、400半ばぐらいってところですかね。それぐらいの敵が、ランダムで出るっぽいです。まあ、そうね。もうちょっと強くてもいいんだけどな。もうちょっと。まあまあ、ボスはね、間違いなく強いんでしょうけど、雑魚敵ももう少し、レベルを上げてもらっても構わないんですよ。うん。さすがに、これあれだからね、ゴクだからね。ゴクですから。よっしゃ、倒したね。早い。もうゴクなんで、もうレベル、600近くのやつとか、もう500ザラだよぐらいの強さでもいいんですけども、まあそうはなってないっぽいですね。うん。まあ、今の俺にしてはちょうどいいぐらいかな。うん。レベル400ちょっとの仲間ばっかりなので、今の俺にしてはちょうどいいか。ローラーダッシュ。お、吹雪姫意外と強い。やるね。メダルが欲しかったけどな。ふぶ姫のメダルはまだゲットしてないので、ちょっと欲しいね。切り刻み先生。これは昔ね、俺よく使ってた。ヒールなんですよ。切り刻み先生は。ヒールなんで、回復役っていうのはね、すごく助かってた。うん、よう使ってたな、本当に。ローラーダッシュ。あ、そっちに行くな。もうちょっとこうね、うまいこと任意の方向に走ってくれれば強いんだけどね。あ、やばい、もう変身が溶けてしまう。だよね。ですよね。これはまずいぞ。おし。あ、やばい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 。ちょっと待て。よし。あ、あ、ダメだった。あ、いや、セーフ？セーフ？セーフか。ギリギリでしたね。では、スピードが元に戻ってから、行こう。ちょっとみんな飯食ってから行こう。ね。飯食って行った方が無難だよ。はい。では、ボス。攻撃もらえばまあ、やばいでしょうけども、もらわなければ、
そう大したことはないと思うよ。もう300ちょっとか、うん、ラブリーハートがどれぐらい食らうかだよね。あ、500ちょっと、うん、まあまあまあそんぐらいならいけるか。ラブリーハートの時はね、ほんとこれ攻撃のチャンスなんで、そこでダメージはねもらいつつ攻撃したいから、それぐらいのダメージならなんとかいいか。おお、強いな。ネコエンド、クリティカル出るとかなりのダメージが入る。あ、ちょっと待って、そっち側か。よっしゃ、全部取る、全部俺が取る。ちょっと待って、ああやられた。よっしゃ、そっちか。ああ、深追いするなよ、食らうから。相当食らうぞ。あ、そっちか。よし、ナイス、足止めナイス、足止めナイスだよ。よし、あ、1個取れなかった、惜しいね。よし、チャンスを取る、 OK、 いい感じ。いや、花子さんなんか弱えぞ。うん、なんか弱い気がする。え、違う、遊びましょう。やばい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 、遊びましょう。食らったら混乱するからダメよ。ちょっと待ってね、混乱を直すまで待ちましょう。あ、チャンス、 OK。 でも必殺技がないんだな。猫エンド、よし、じゃあ猫エンド終わりか。まだか、 OK、 倒した。いい感じでした。花子さんメダルがいっぱい出て、あ、これはナイトメアレディに変わるやつが来たんじゃない、レベル上がって。おそらく、うん、なんか花子さんは全然大したことなかったですね。まあ攻撃をあんまり食らってないっていうのもあるんですけども、おそらくチャンス作らずにあそこで攻撃を食らうと相当やばいと思う。うん、まあ今日はうまいこと立ち回れたので良かったですね。経験値もまあ1万2000とそこそこ美味しい場所ですね。でも SD チケット2枚か。はい、それではですね、花子さんクリアしましたね。敵のレベルが400半ばぐらいだったのかな。花子さんメダルを見ればわかるね、大体のレベルが。入手順で400の47、これはいいぞ。うん、でしかも太陽ついてるやつとかあるね。お、接触、珍しいのあるな。うん、いいね、花子さん447。今ナイトメアレディが400なので、ダメージこれで、だいぶ上がってくれるかと思います。まあもうちょっとね、俺としては、強い敵でもいいと思ったんですけども。そうね、じゃあ次のアップデートで煉獄とかそういうのが来るのかな、わかんないですけども。まあトイレの花子さんはそこまで強くはないです。獄で言っても全然勝てるレベルですね。はい、ではね、また出していきます。そちらもぜひチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや。